水池、水池っていうのもあるんだね。ヒント合ってんのかな。あれが水池なんだ。来た、来ただって。100メートル行ってみよう。うん、そこの沼になってる、うん、この木はさ、そのために置いてあるような気がする、ね。うん、そうだね。先行っていいよ。浮島？ほら、ヘコヘコしてる、ほら。これ下に水があるふふふ。水池上まで行きました。上。なるほど。うん。こうなってるんだね。うん。次は。うまいね。うん、やった、やった、やった。わー、綺麗。これ、これ、うん、水の中に出てあげようよ。え、なんかいる、なんかいる。崩れちゃってます。その日も起こって、その日の大きい根っこが、すごいことになってる、この木。そうだね。色彩が見えてきました。いいよね。見えるところ、そうだね。見えるとこあるじゃん。うん、道から見えるとこね。道があるんだろうね。あれ、骨が見えてるんだね。食事、やった、食事。やった。大きい川を渡らなきゃいけません。これは無理です。はい、帰りはこちらから行ってみます。展望台平米、平米かね、平米でしょ、平米。すぐ咲いたんじゃ。今こんな可愛く咲いてる。
書いてないの、どっかに。向こうにも黒いのが。石山だってよ、これだよ。え、ここなの？やった。草津がよく見えます。うん、おー水が多いんだね。あ、そうだってポールがあそこだもん。そこまで行けるわけだもんね。うん、イケメン版があそこでしょ。おー広い、すごい緑。取り放題、嬉しいね。穴が開いちゃってる。これ生きてんの？もう生きてる、葉っぱ出てる。どれ？こっち？あ、本当だ。こんなになっちゃってる。出てるよ、ちゃんと。ああ、ねえ。まで降りてきました。あと穴十五は 1.9 キロ。 1.9 キロもあるのに、もうここは頭なの。うん、ここはあれの始まりみたいな。そうそう、とってもいい道、登山道とは思えない。またここまで戻ってきました。すごいいっぱい。そんなに朝のやつ。そっか、嬉しい。写真とは、写真の写真。はい、せっかくなんで駅まで来てました。これが駅だったんだ。はい、だそうです。Mm-hmm.